わったな回る中ではこの観音塔が一番大きいです。先ほどから長尾が申してますように65基ありますって言いましたね、東海地区に。その中でも3番目に大きい、紙の方では一番大きいです。はい、そしてこの傘、すごい立派な傘ですね。幅、この横幅ですね、99センチ、高さが27センチあります。そしてこの傘がちょっとだけこう上向きになっているカラフルですね。でここの毛行に三連の幕があって、ここに菊花紋がついております。菊の御紋がついております。でなんかここにも4箇所穴が開いていて、そしてしっかりとこう長方形の立派な石ですね。ただ残念なことに移動した際にここをかからかしてしまいました。はい、で観音塔は今こんな立派な石の靴に入ってますけど、実はこんなところにはいらっしゃらなかったの。昔は素晴らしい石窟の中にお住まいでした。それはずっと向こうの方にあったんですけれど、ところが道路工事があったり、もう一つはこの石窟だと見るとごめんなさい、石窟の上にこんな大きな樫の木と桜の木が石窟の上に育ってしまったんです。それで石窟を押さえつけて今にも崩れそうになってしまいました。それでこれは大変ということで、ひびの入った石窟に補強工事をしたんです。でもこの木は切るわけにいかないので、困ったね、このまんましておくともう押さえつけられて今にこの三十三観音もやられてしまうよってすごく地域の人たちが心配しておりました。そしてその時に道路工事が始まると、道路の拡張工事が始まるっていうことで、今から16年前ですか12年前ですか、工事が始まってここへ移転をしてもらったんです。でそこにあった像はみんなこういうふうにして、向こうにもたくさん飾ってありますけれど、ここにも聖徳太子像がありますけれど、全部こちらへ持ってきました。ただ持ってきた時に本当に専門家の人が工事をやったんではないのでそれで持ってきた時に川にうずめてきれいに洗ったりっていうような手厚い看護をしたんですね。そのために例えばこの座像ありますね、如意輪さんのここにちょっと赤い色がついてますよね。それからここのところにもかすかに色がついております。こんな風におそらく色があったんだろうと、ついていたんだろうと。ところがこう洗っちゃったもんだから、だから色が少し出てきました。はい、でこちらは、ここが最初如意輪さんで1,2,3,4,5,6,7,8 とずっと9番目は3面ですね。
はい、10、11、12、13とずっとこういうふうに並んでおります。で、最後が谷文さん、華厳寺ですね。この人も三面座像で、ここに馬頭観音、馬頭さんがあります。本当に真四角の長方形のすごい立派な、はい、三十三観音塔ですね。はい、でこの三十三観音塔は、江戸時代、今から304年です。304年前、ちょうどあの新井白石たちが活躍した時代です。あの米将軍と呼ばれた将軍様の頃なんですけれど、その頃に建てられました。はい、とってもあの立派な像ですが、ただあの昔のようにこういう靴の中に入っていれば、もっともっと迫力があるかなというふうに思いますけれど、残念ながらこんな現代的な祠に鎮座しております。ただここはあの通気が悪いんですね。風穴がないので、それでおそらくだん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 こんなような感じで苔が生えたり変な風になってくるんじゃないかっていう石仏教会の方たちは心配していらっしゃるような状況です。とっても綺麗な台座に乗っていらっしゃるし、頭の方にこんな全部後輪って言うんですか、波多野先生、はい、これは全部の人がこういう光の輪の中に、あ、これは何て言う、全部ですね。他にはないですね、これは。はい。ということですが、先生、付け足しはありませんか？あ、議事もおっしゃった。はい、いいですか。何かご質問があったら。よろしいですか？はい、ありがとうございました。